遠野で作られているドブロクを使った新商品の話題です。ビアモリの生産組合が醸造するドブロクと県産果実を使用したカクテルを発売しました。磯さんが取材に行ってきましたよ。こちらです。こちら遠野宮森さんのトマトを使ったトマトジュースです。いただきます。濃厚な美味しさ、甘さが濃くてさっぱり爽やかですね。少し背の高いアイコ 100% なっちゃった。磯さんがやってきたのは遠野市上宮森にあるサンキューふるさと市場。地域の農産物や加工品を販売する人気産直です。店内の一角で販売されているのが彩りも綺麗な野菜や果物のジュース。こちらは地元の生産団体宮森川上流生産組合が手掛けたもの。池田さん、お邪魔しております。よろしくお願いします。宮森川上流生産組合というのはどのようなことをされてるんですか？はい、この地域182軒の農家が集まりまして、はい、一つの農業法人を組織しております。地域の農地を受け継いでいこうということでまとまった組合でして、はい、水田だとか、大豆だとかトマトの作付けをしてます。こちらは地元産ミニトマトイエローアイコ 100% のジュース。トマトの美味しさがギュッと濃厚に詰まってる。すっごく美味しいですね。ありがとうございます。わー、爽やか。はい、そして組合が手掛ける人気のお酒が地元産のお米を使用したドブロク。もちろん私たち自分たちでお米も栽培してますし、はい、まあ、この地域ではまあ昔から各家で古くからどぶろく作りもしてましたんで、そちらを商品化しようということで、はい、取り組み始めました。お、アルコール度数強いですけど、うこう焼けるようなこうっていう感じじゃなくて、まろやかに私を酔わせちゃうみたいな感じになってます。どうしましょう。さらに組合では先月このドブロクを使った新しい商品を発売しました。新商品が登場したということなんですよね。もしかしてだけど、もしかしてだけど、これはカクテルじゃないの。それドブロクさんです。ちょっとほろ酔いですいません。開発に携わった石倉さんです。お願いいたします。はい、お願いします。素敵な商品ができましたね。はい。はい、こちらどういったものですか？私たちのジュースの加工技術と、はい、ドブロクの醸造技術を生かして、うん、岩手県産の果実と私たちのドブロクを使ったカクテルを開発しました。はい。そうなんです。新商品は遠野のどぶろくと県産果実を使ったどぶろくカクテル。その名も果実物語。開発にはこのどのような経緯があったんでしょうか？私が埼玉から岩手に移住してきて、どぶろくっていうお酒を知って、ただどぶろくって結構アルコール度数が高いので、私がお酒があまり飲めなくって、みんながどぶろくを楽しんでる中、私だけこう水を飲んでるみたいな、すごく寂しい風景があったりとかしてて、なんかお酒が弱い人とかでも気軽に飲めるようなどぶろくを作れたらなという思いで開発しました。なるほど。果実物語はどぶろくと果物の風味を損なうことなく飲みやすく仕上げたカクテル。こちらはいちごとラズベリー味。まず最初にこういちごとラズベリーのこう芳醇な香りがふわーって広がって、でこのどぶろくのまろやかなこう深い甘みが、なんて言うんでしょう、程よく感じられますね。カクテルのレシピを東京のカクテルを作っている バーを経営している方にレシピを考えていただいて、お酒が弱い方でも飲めるようにというふうにうまくレシピを作っていただきました。ラベルデザインが、同じく岩手に移住してきた画家さんとデザイナーさんのご夫婦がいらっしゃって、その方たちにお願いをしてデザインしていただきました。果実物語は先月発売したばかりですが、早くも評判となり、一部商品は今シーズン分がすでに売り切れ。現在はいちごとラズベリー、リンゴの2種類を販売しています。
もっともっとみんなにどぶろくを知ってもらって、はい、この果実物語も知ってもらって、たくさん飲んでいただきたいです。皆さんもぜひお試しください。美味しいですよ、ほろ酔い。はい、磯さん節が炸裂してましたけれども、で果実物語っていうまたネーミングが素敵ですよね。そう、やっぱりパッケージもすごく大事だと思うんですけど、猫が描かれていて、はい、やっぱどぶろくのフル果実を交わせてるから色合いも可愛いじゃないですか。それがマッチしてますよね。はい、私もどぶろくは飲んだことないですけれども、こういう感じでカクテルにするとまた味は変わるんですかね。飲みやすいということだったので、果物が入るとフルーティーな感じになるのかなと思います。でも人気で一部の商品は、ね、今シーズン分ないということですから、はい、ぜひ見かけたら手に取ってみたいなと思いました。はい、はい、ということでお問い合わせいきますか。はい、はい、お願いします。あ、もうちょっと、わかりました。そんな言わなくていいのに。でもほろ酔いで気分になれるというお酒ですよ。ご紹介したのは、はい、サンキューふるさと市場にありますけれども、遠野市上宮森にあります。また上宮森川上流生産組合のオンラインショップでも購入することができます。果実物語は一時的に欠品の場合がありますが、いちごとラズベリー、リンゴは20日頃から購入できるということです、うん、はい、皆さんもぜひ一度手に取ってみてください、うん、ここまでどぶろくのカクテルの話題でした。はい。